シャルル6世はフランスバロワ朝の第4代国王。第3代国王シャルル5世と王妃ジャンヌ・ド・ブルボンの長男。親愛王、狂気王と呼ばれた。1385年にイザボード・バビエル王妃に迎えている。シャルル6世の大冠式1368年12月3日、パリの王宮にあるサンポール館でシャルル6世は生まれた。父は、 バロア家のシャルル5世、母はジャンヌド・ブルボンだった。シャルル6世が生まれた時点で彼の兄は皆死亡していたため、シャルルは同ファンとしてフランス王位を継承する権利を持った。父シャルル5世が1380年9月16日に死亡すると、シャルルは王位を継承し、11月4日にランスノートルダム大聖堂で戴冠式が行われた。当時、 王族は14歳で成人するとされていたが、シャルル6世がその年齢を迎えた後も摂政による統治が行われ、1388年になるまで王による申請が開始されることはなかった。摂政による貢献、編集シャルル6世は11歳でフランス王位を継承し、21歳の時に摂政による貢献を終わらせて申請を開始したが、それまでの間は、シャルルの叔父たちが、 王の摂政として実権を握り続けた。シャルルの未成年期に王の摂政としてフランスを支配したのは父シャルル5世の弟であるブルゴーニュ公フィリップ、アンジュー公ルイ、ベリー公ジャンの3人と母ジャンルドブルボンの兄であるブルボン公ルイだった。アンジュ公ルイは1382年によりナポリ王国王位をめぐる戦いに参加し、1384年に 死没した。ベリー公ジャンは、ラングドックの支配に注力しており、政治には大きな関心を示さなかった。ブルボン公ルイは、精神的に不安定であり、また、フランス国王の子でもないため重要視されなかった。結果として、ブルゴーニュコーフィリップが、摂政の中でも圧倒的な力を持つこととなった。シャルル6世は1388年に神聖を、 開始し、殺傷による支配を終わらせた。シャルルは、統治を行うにあたって、父の有能な顧問団であったマルムゼを復権させた。マルムゼによる、補佐のもと、シャルル6世の統治は、国民からの尊敬を集め、シャルルは広く、親愛王の名で呼ばれるようになった。マルムゼの助けを得た、シャルル6世の初期の名声は、王が20代半ばに、精神病を発症したことで、 すぐに失われた。シャルルの精神病は、母ジャンヌ・ド・プルボンの血筋を通じて遺伝した可能性がある。精神に異常をきたして、以降のシャルルは、親愛王に加えて、狂気王の名でも呼ばれるようになった。初めて、シャルル6世に狂気の兆候が現れたのは1392年だった。この年、友人であり、助言者でもあったオリビエド・クリッソンが、 暗殺されかけたのを知ったシャルルは、実行犯のピエール・ド・クランを罰すること2周年を燃やした。ド・クランがブルターニュ公国に逃げ込み、ブルターニュ公ジャン4世が身柄引き渡しの要求を拒否すると、シャルルはブルターニュとの戦争の準備に取り掛かった。当時の記録によれば、シャルル6世はブルターニュとの戦争を計画するにあたって、病的な興奮を示しており、また、 知滅裂な言葉を発していた。1392年7月1日、シャルルは軍勢を引き連れて、ブルターニュへと出発した。行軍の速度は遅く、シャルルを苛立たせた。8月のある、暑い日の朝、行軍中のシャルル6世と護衛の騎士たちは、ルマン近郊の森を通りかかった。その時、ボローをまとった一人の狂人が現れ、裸足で王の馬に駆け寄って、 手綱を掴むと、高貴なる王よ。これ以上進んではならない。戻りなさい。あなたは裏切りにあっているなどとはめいた。護衛たちはこの男を追い払ったが、逮捕することはなかった。男は、その後30分にわたって一行に付きまとい、繰り返しはめき続けた。正午に一行が森を抜けた後、故障の一人が謝って手に持っていた王の槍を落とし、 それが別の故障が運んでいた鋼のヘルメットに当たって大きな音を立てた。その音を聞いたシャルルは身震いすると剣を抜き、裏切り者に突撃せよ。奴らは私を敵に引き渡すつもりだなどと叫ぶと馬に拍車をかけて自軍の騎士に襲いかかった。襲撃は自重の一人と兵士数人がシャルルを馬から引きずり下ろし、地面に取り押さえるまでの間続いた。 屈服させられたシャルルは微動だにせず、何の反応も見せないまま昏睡状態に陥った。王による襲撃の結果、バスタールド・ポリニャックとして知られる騎士を含む数名が殺害された。この事件の後、シャルル6世はその生涯にわたって精神異常の発作を繰り返すこととなった。1393年に起きた発作では、シャルルは自分の名前を思い出せなくなり、 自分が国王であることも認識できなくなった。妻のイザボード・バビエールが自分の部屋に訪れた際には彼女が何者であるかを召使いに尋ねた上、この者を早く出て行かせるために必要な対処をするよう命じた。1395年1396年頃の発作では自らがセイゲオルギオスであると主張したほか、自分の家の紋章は剣に体を貫かれたライオンで、 あるなどと述べた。この時、シャルルは、宮廷の管理全員を認識することができた一方で、自分の妻と子供のことは覚えていなかった。またある時は、パリの王宮の廊下を、狂乱状態で走り回ったため、王が逃げ出さないようや方の出入り口が壁で塞がれた。1405年には、入浴と着替えを5ヶ月にわたって拒否し続けた。シャルル6世の知性に生まれた。 ピウス二世が残した記述によれば、シャルルは時に自分の体がガラスでできていると思い込むことがあり、壊れやすい体を保護するため様々な方法を試していた。例として他の人とぶつかった際に体が粉々にならないよう鉄の棒を服に縫い付けていたという。この症状は後にガラス妄想として知られるようになった。燃える人の舞踏会、編集詳細は、 燃える人の舞踏会を参照燃える人の舞踏会のミニアチュール1393年1月29日、ある女官の結婚を祝うため、王妃、イザボーはサンポール館で仮装舞踏会を開催した。ユゲドギゼという貴族の提案により、この舞踏会でシャルル6世は他の4人の貴族たちと共に森の野蛮人に仮装してダンスを披露することとなった。 ヤバン人のコスチュームは松屋に染み込ませたリネンに浅を貼り付けたもので、シャルルたち踊り手の全身が煙くじゃらに見えるようにしたものだった。踊り手の一人であるイバンド・フォアの勧めにより、王は松明を持った者に対して、ヤバン人のダンスには近寄らず部屋の端に立つことを事前に命じていたが、会場に遅れてきた王帝オルレアンコールイがそれに反して、松明を踊り手の一人に近づけたため、 誤ってそのコスチュームに火をつけてしまった。火はしばた叩く間に燃え広がり、会場はパニックに陥ったが、ベリーコーヒージャンヌ2世はとっさに、自らのガウンのトレインをシャルルに被せ、火の子から王を守った。数人の騎士は炎を消そうとして思いやけどをった。野蛮人に仮装した者のうち、バレンティノは白の息子エベリード・ポワティエ、ユゲド・ギゼ、イバン・ド・フォア ジョアニー博の4人が火傷によって死亡した。ナンティエーエハ博の息子ジャンは、荒い水の入った桶に飛び込むことで一命を取り留めた。精神異常のため、シャルル6世は事実上政務を取ることが不可能となり、高単校や息子のジャン1世を中心とする、ブルゴーニュ派と王帝オルレアン公と、息子シャルルドバロアーを中心とし、シャルル6世を支持するアルマニャック派に、宮廷内部が分裂し、 主導権をめぐって争うことになった。このようなフランスの情勢を見て、イングランド王ヘンリー五世は、アルマニアック派を支援しながらその裏でブルゴーニュ派と提携するなど、両派の争いに巧みに介入した。そして1415年、ヘンリー五世は、シャルル六世に対し、支援の見返りとして、フランス王位の継承権譲渡と、フランス領土の割譲、さらに多額の賠償金を要求した。 あまりのことにアルマニャック派がこれを拒絶すると、ヘンリー5世はすかさず、イングランド軍を率いて、フランス北部に進攻する。ヘンリー5世の勢いは凄まじく、フランス軍は各地で連戦連敗、10月25日のアジャンクールの戦いで大敗したアルマニャック派は、オルレアンコーラが捕虜となる大打撃を受けた。その間、王体シルが1415年に、 ルイに代わる王太子ジャンが1417年に、と二人の死死が相次いで没するなどの不幸もあった。このため両派に和解の動きが起こったが、1419年にアルマニアック派を代表する王太子シャルルが和解交渉の会見においてジャンム・コワコーを殺害したため、その後を継いだフィリップ3世はイングランドと同盟して王太子シャルルと全面的に対立し、 1420年4月にトロワ条約を結んでヘンリー5世のフランス王位継承を支持した。これによりヘンリー5世とシャルル6世の娘カトリーヌとの結婚とシャルル6世の死後は王太子シャルルではなくヘンリー5世がフランス王位を継承することなどが定められた。ヘンリー5世は現実に王位を継承することなく1422年8月に 没したが、シャルル6世も同年10月21日、ヘンリー5世の後を追うように病死した。シャルル6世の知性は42年の長きにわたったが、精神障害によってその知性のほとんどは、カシ団ン,ンやイングランドに左右される時代となった。妻イザボーとの間に12人の子女を設けた。また、初出の娘が一人知られている。1392年。 精神が不安定なシャルル6世を慰めるため、シャルル6世のタロットと呼ばれるデッキが作成された。フランス国王シャルル6世の会計帳にある金色や様々な色で描かれた56枚の遊戯札の記述によれば、3デッキ作成の代金として、1392年に画家ジャックマン・グランゴヌールに6枚のペルシャ効果を支払ったとある。 パリ国立図書館に所蔵されたタロットが、そのシャルル6世のタロットと呼ばれ、現存する最古のタロットカードであるとされていた。しかし現在では、このタロットは、推定で1469年から1471年頃、エステ家のボルソデエステ公爵のために作成されたものだという学説が有力となっている。ありがとうございます。